疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。稽古でした、はい、今日8日目の稽古が終わりまして、はい、まあ大体20分ぐらい間ぐらいのところまで来ましたが、はいはい、やっとセリフを今日喋りましたね。たくさんついにちょっとずつ喋ってたところが、うん、やっとたくさん喋る、はい、来まして、で3月の稽古がもう残すところあと1回。早いね。早いですね。やばいや、やばいな、やばし再演。理想ではやっぱもう第1回通し早っ気持ち早いな。理想してたんですか？理想はすごい高めやった。理想高く持ってたね。俺いけると踏んでたところがどっこい、どっこい、まだ20分を通すこともできず。そ う, ね、そうですね。いや、そんな言うだけ、読んだだけで別に私死因やってない。そうな。そうですね、確かにちょっと有志です。有志、この進行具合は有志院ですか？そうですよ。あとだから1ヶ月後にはね。そうです、もう、うん、いろんなもんも中之島春の文化祭でね、うん、我々は新しい生活の手当の冒頭をやろうとしてますけど、はい、果たして間に合うのか。1ヶ月さすがに間に合うかな。間に合うよ。じゃあ冒頭は間に合うだろう。です5月、あのだからその頃に第一回投資ができてたらいいのになぐらいの気持ちになる。でも竹村と西文は本番を控えてんねんで、うん、そうですね。そうだな。そんなん言ったら丸山さんもや。丸山さんも本番控えて、3人も控えてんねんで。そうやな。大丈夫なんか。どうした。まあ頑張りましょう。頑張るしかない。頑張るしかない。今日は柏木がね、救世主のように途中で現れる。来たよ。あとね、おはるもこの間来てくれたし。そう、そうですね。ありがたい。ちょっと大役、大役助かるわ。だちょっとやっぱ何、うん、こう人がいると、うん、やりやすいね。当たり前やけど、うん、ね、あ、まあそれはね、やっぱ金があれば、うん、あ、待って、デジャブやね。やばいな。みんなの拘束時間を金で買えたんじゃない、うん、気のせいでなければさ。聞いたことありますね。前回か前々回ぐらいの動画でも同じこと言ってたね。ここだけ映ってた時のやつですね、うん、あのこの辺の変化が見ましたよ、あれ見ました、見ました。なんか低いなと思ったのに。あのエロ動画みたいな。みんなそれ言う。そんなばっかり言うから。いやでもほんま、あと何、何国のさ、うん、環境があれば。そうやね、サポートか。すごいでかいとこ行きましたね。公演団体を募集しております、ね、後ろ盾の方ね。たらもうすごい、朝起きます、うん、10時ぐらいから稽古します、うん、夜8時ぐらいで終わります、うん、で、あ、夜8時じゃないな、18時、うん、18時ぐらいで終わります、うん、で、あとは家帰ってテレビ見ながらご飯食って、最高すぎる。それがいいな。アフターファイブが我々に生まれます。生まれますね。すごい、それがいいですね。サラリーマンみたいな。安倍さん、そんな安倍さんに願う。安倍さんに言う。手短に平方とか門真とか進んで、結構いろんなものすっ飛ばして国に行きましたから、ね、いやいや、安倍氏に、安倍氏に演劇に力入れろ。ABC、 ABC 誰や誰や。 ABC は ABC の行かないキャラクター。安倍氏、安倍氏にちょっとなんとか一撃屋に協力してくれて、直談判ポイントできますね。すぐつまみ出される。いや、ほんまに。何や君ら。僕やんみたいな。誰や誰や。ほらってほらあかんね。あかん。ちょっとそうなれるように、そうそうね、あの草の根活動でやっていこう。そうしよう。この動画も草の根の一個やから。はい、そうだ、言われて大事ですね。大事、根付いていきましょう。根付かせよう、はい、じゃあちょっと、うん、3月25日に発売したチケットが、はいはい、まあなんかね、うん、一公演だけ土曜日の、うん、大阪の公演の土曜日の回だけなんかちょっと売れ行きがいいらしいんですよ。なんでなんだろうね、アフターイベント。そうです、そうですね、アフターイベントがあるんです。土曜の夜の回ですね、うん、それ以外はですね、まだまだ、まだまだ、お席がありまして、はい、まあ言うてもまだ2ヶ月ありますが、あるんで、だって東京公演に関しては3ヶ月後なんで、うん、まだもちろん伸び悩むっていうか悩むほどの時期でもないんですけれども、うん、今のうちにね、ぜひ早めの予約、あの予定を決め込むっていうのは、実はね、後々すごく
あの予定を組みやすくなるんですよ。そうなの。僕結構1ヶ月前ぐらいにチケットを取ることも最近多くなってきました、うん、非常にあの健康的なメモ帳になりますね、スケジュール帳。健康的なメモ帳、うん、はい、あでも一撃用もね、昔は本当に稽古毎日稽古でだいたい休みっていつなんかなぐらいだったけど、こう人数が増えて稽古日程をちゃんと出すようになりました。前もって出すようになったから楽やなって思ってる。なかったんですか。なかったね。稽古スケジュールなんてものがなかった。だいたい毎日すごい売れっ子みたい。ない日ってどうやって決めてたの。分かんない。分かんない。今日って誰来るのか分からんみたいな。そうそう、あそうそうそう、ま、今日誰来る。そうです。 LINE がなかったんで。ああ。メール。なるほど。メール、はい、メール。ツイッターなかったの。ツイッターもまあまあなかった、まあ、まあそんな何個人アカウントみんなが持っててとかじゃなかったから、はい、ブログしかなかった、はい。思いの丈をぶつけるのはブログだけやし、連絡はメールやったし、集合は河川敷やったし前日の稽古で明日はじゃあ明日来る人何時に、すごい。めっちゃ小学校の恐ろしいな。そう思ったら放課後の公園集合な、うん、みたいな。日曜日実家に電話するみたいな感じの。あ、そうそう。ああいうノリの稽古をやってたんですけど、来へんかったらバイクで家まで行ってピンボーン恐ろしい、時を経て、はい、約9年経ち成長らしい。いやほんまこれはもう国に感謝。そう、国に感謝。柏木ぐらいの年の時はもう我々小学生みたいな生活を送ってたし、そうです、はい。河原で遊んでました。遊んでたんですか。今や部屋の中で。でもちょっとそろそろ河川敷で稽古しなあかんなとは思い出している。なんで。いやもうだってもう初心を、うん、あでも確かに生っちょろい。あのルビエルの冒険の時に一撃屋チームであの喋ってた時に、あの君らはびちゃびちゃの床に転がったりせえへんねやろみたいなことを言いながら歩いてたけど、コバも それは経験してない言ってた。一回ちょっと締めた床に転がればいい。ちょっと体育会系で通ってる一撃屋としてはちょっとこれは有志な、うん、意志が異常なまでに手に食い込んでくるとか。あちょっとやっぱりあの一回それはなかなかないですね。一回河川敷でこう稽古して向こうから暴走族がやってくる恐ろしさなどを経験してほしい。いやいや警察のおじさんたちが毎晩やってきて何してんのか聞かれる、あの面倒くささ経験してほしい。知らへんおじいちゃんとか、うん、知らんおじいちゃんにその辺で引っこ抜いた花をプレゼントされる恐ろしさ経験してほしいですね。やばいじゃないですか。そういうことをやった上でこういう変なやつらがいるということを、すごい。ぜひちょっと体験してほしいですね、うん。この時期はまだマシですよ。いいね、やっぱ1月、2月、12月もかな、うん、夜12時を超えるとですね、自転車のシートなどなどが凍るんですよ。着てる服も凍るから。そうです。ちょっと水気を帯びるんですよ。パリパリ。よりあの体の体温がなくなる。これがですね、非常にね、風物詩としてですね、我々の心は逆に温める。あ、今年もこの季節がやってきました。いいですね、いいですなという。ほんまになんかね、9時ぐらいに1回寒さが1段階寒なんで、はい、で0時過ぎたら1段階また寒なんで、トップギアに、ね、そうどんどんガーンって上げていきますんで、うちらが雑談終わって帰る頃にはパリッパリの門がいっぱい、バイクとかもまず吹かないと、ザシザシ全然エンジンかかれない、冷え切ブルーンブルーンというわけで、ちょっとまた今度盛り上がっちゃった3人には河川敷稽古の旅をプレゼントしたいなと思います。やりたかったんですよ、うん、絶対すぐ。あ、やりたかった、やりたかったんですよ。砂利の上でパフォーマンスする、ゆかりの地へ。痛い痛い。ちょっと行きましょう。では今日はこの辺で。赤シャギもね、赤シャギも行かよし、じゃあ行きましょう。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ご予約お待ちしてます。いや偉い、全然話しとる。